四天地造赤間神宮所蔵藤原良氏は平安時代末期の女性。賢春門院民部教局、当院局の名を有する女房。大納言、藤原賢治の娘。母は不詳だが、平野忠盛女と考えられる。平野時忠の形質。兄弟に、行高、森方らがある。はじめ平重子の女房となり、民部教局と呼ばれた。 平野時忠と出会ったのはこの時と考えられ、その後、時忠の5歳となって、自秀、信子らの母となった。その後、平徳子の女房となって、当院局と称した。自称二年に、徳子が、時人親王を出産したのに伴いその馬となり、孔明を卒局と改めた。自称三年十一月に起こった、平野清盛のクーデターで、下官、流罪に処された官人の一人に、 平時かもいたが、良子が軽視陣営を陥れるために残言、したからだという噂が流れている。その後、自称4年3月に天智に任ぜられ、卒天智、卒佐と呼ばれるようになった。同年5月に15以上二助され、その後13日まで昇進した。要和元年、高倉上皇の崩御に伴い出家した。樹栄2年の平慶家宮落に、夫と共に随伴し、 旦那浦の戦いで、源氏法の捕虜になって、文治元年4月に帰郷した。その後の消息は不明である。ありがとうございます。